はい、100回聞いてくださいです。今から100回聞いてくださいという話を始めます。この話はですね、すごい簡単なんですけど、ちょっとだけこう、理解しづらいかもわかりません。わかりやすく精一杯話してみます。人生で必要なのは、賢く生きるということなんです。なんか賢く生きるって言うと、こう、ずるく生きるような、そういう捉え方ってあるんだけど、そういう捉え方はしないでください、この話においては。で、賢いと頭がいいとは違うんだけど似てるんです。例えば、賢く生きなさいよって言うと、いや、自分はもう頭良くないしとか、学生時代頭良くなかったからっていうのと、諦めちゃう人がいるんだけど、そういうことではないんです。例えばですよ、学校で方程式いっぱいやります。でも、その方程式ってほとんど社会に出て使えませんよね。だから別にこれはそんな、学校用で使わないんだって。別に家で電気計算機があるから、計算機で、大体計算機でちょんちょんちょんってやる程度の数学しか我々使わないんです。だから、電気計算機さえちょんちょんちょんってできればいいんで、別に方程式ができなかったから俺は頭悪いんだって思っちゃうのが賢くないんです。わかりますか？それで、よくお金持ちになりたいっていう人がいるんだけど、サラリーマンの人で、例えばお金持ちになりたいんですって言われても、サラリーマンの人ってお給料が決まってるから、サイドビジネスするとか、そういうことしかないんです。で、サイドビジネスの禁止されてる会社もあるからね。だから、株をやるとか、例えばの話ですよ。で、株をやるってことは、株って簡単な話、あなたが1億円損すると、誰か彼かが、まあ、総合計で1億円損してるんです。だって株屋さんがお金くれるわけじゃないからね。わかる？もうちょっと株屋さんが手数料取ってんだとしたら、もう少し損してる人がいるんです。ただそれだけなんです。それで、みんなよりも、少し賢ければ、いや、株の話ですよ。株をやってる人たち、みんなより少し賢ければいいんです。だから、賢くなるために本読むとか、勘を磨くとか、要は賢くなければダメなんです。で、商売でも、例えば、お金が儲かってる人っていうのは、賢いんです。別に学生時代成績が良かったとか、そういうんじゃないんです。で、なんでかというと、根本的に違うのは、学生時代って人のを見たら怒られる。ね？何でも自分で頑張んなさいって言うけど、社会に出ると、例えば、繁盛店の社長の特徴は、四六時中大体あんまり家に、お店にいない人が多いんです。しょっちゅう見て歩いてるんです。はるか言うと海外視察まで行く。で、いろんなとこ見て回るんです。それで面白いのは、繁盛店の社長の方が本来忙しいんです。ところが、時間の使い方を見て歩くことがものすごく大切だという形で、時間を、プログラムを組んでるんです。ところが、儲かってない人の特徴っていうのは、必ず、もううちあたり、私たちも仕事を教えることがあるんだけど、例えば勉強会しようが何しようが、特徴はたった一つなんです。勉強会にも出てこない、何もしないって。なぜですかって言うと、時間がないんですって。ね？儲かってない人の特徴は、必ず時間がないというんです。で、何してんですかって言うと、きっと売れてないお店にじっといるのかもわかんないし。で、面白いな。売れてない人って、お店の中、ほこりだらけの人いっぱいいるんです。そうすると、お店が汚かったらお客さん来てくれないとか。だから、
自分はアイデアマンだ、アイデアがバンバン出るんだってなら、それはそれで賢いんです。でも、アイデアも出ないのに、いいとこ見に行こうともしないんだとしたら、それ賢くないんです。それで、誰でも金持ちになる必要はないんだよっていう話なの。この前あるとこから取材が来たんだけど、私は誰でもお金持ちになる必要ないよって。だって食べていけて服着て、ある程度の普通の生活が出てきてりゃそれで十分だよね。誰でもお金持ちになる必要ないよって。で、私はそういうのに向かないから、今の生活で満足なんです。っていうのも賢い生き方なの、ね。だって、はっきり言うけど、お金持ちになりたいからって仕事しても、仕事が嫌いだと嫌いなんだよね。嫌な仕事だから8時間も9時間もしてるともう嫌になっちゃうの。だから長続きしないんだよね。で、仕事が好きだったら普通の人が8時間で嫌になっちゃって、その8時間もダラダラやってとこう真剣にやって10時間やってても疲れないの。だから賢い人ってお金持ちになりたいよりも仕事好きになる方に努力するんだよね。で、仕事がどうしても好きじゃないんだとしたら、俺金持ちにならなくていい、普通に生きてりゃいい。それも賢い生き方。で、この世の中で失敗してる人って賢くないのかもわからないの。だって天国言葉と地獄言葉があるよって教えてあげてもやらない人って、だから今私心の中が不幸なんですって言ってる人って、本屋さんかなんか行けば心の問題書いてるもんっていっぱいあるんだよ、ね、でそれをずっと悩んでそれを言ってるとか、教わってもやらないとか、それ知らないことはしょうがないよ。でも教わってもやらない人とか、ね、今不幸なのにそんなついてるって言ったぐらいで幸せになるわけでねえよとかって、みんなが幸せになったって言ってんだからやればいいんだよね。それをやらないってのは賢くないのかもわからない。それで学校の勉強やなんかとそれとは違うものなの。極端な話すると、私んちは金土だったから、学校の先生がこの英語できないと困るぞったって、国内で飽きないのするのに外人の客なんかめった来ないの。1000人に1人ぐらいしか来ない人間がいたら、だいたい人の国来て言葉喋れないの、向こうが悪いの。それをさも日本人、自分たちが悪いと思っちゃうのはいけないの。海外行ったら困るじゃないですか。困らないよ。現金持ってけ困んないの。手振り身振りだってお客さんだからね、相手にしてくれるの。だってアメリカだって英語できない人を国に入れないとか言ってないの。アメリカが入ってきてほしくないの。お金持たずに入ってきちゃう人なの。お金持って入ってけばそんなこと言わないんだよ。だから私は親が方程式使ってんのも見たこともないし、だから私はいらないと思ってる。で、いる人はやればいい、ね。だから学校がこれを覚えなさいよって言ったものが、できないと自分はバカなんだとかっていう考えやめた方がいいよ。そういうことじゃないの。そう思っちゃうことが賢くないよって言ってんの。ね。で、社会に出ると、良き先輩やなんかっていうのは仕事がよくできる人って人間性もあるの。だからその人に教えてくださいって言うとよく教えてくれるもんなの、ね、自分が人を会う人っているの。それから見に行けばいいの。たったそれだけで幸せになるの。幸せになるものだから豊かになる方法もいくらでもあるの。それでそれができない理由は、自分はもう少し賢くなんなきゃな。賢いというもう一つのものがあるの。で、それを削ぎ落としてっちゃうの。ね。だから会社で、学校でダメだって言われて、会社でもダメだって言われて。でも、ちっちゃいお金、5万、まあ、今10万とか20万でも株とかできるから、株屋なんかやる人はそのことで一生懸命やってみたら、そのことに賢いかもわかんない。ね。この前もこういうのがあったの。
会社で呼ばれてったから楽しく働きたいんだけど、どうしてもダメなんだ。だけど会社辞めるわけにいかないんだ。ね、で、会社を辞めるわけにいかないんだって言うんだとしたら、辞めたいけど辞められないぐらいグズグズしてるあなたにぴったりの職場なんだよねって。で、それが悪いんじゃないの。会社辞めて家族路頭に迷わすとかっていう話をしてんじゃないの。ね、その中で自分はせめてなんつうの、あなたが会社が楽しくなる努力って何と何しましたかって書き出してみると一つもしてないの。そうするとせめて私は明るくおはようって言ってますって、じゃあその明るさもっと研究してごらん、もっと研究して、もっと研究して、自分がおはようって明るい声を出してたら会社の中がどう変わりましたとか、そしたら一冊の本書けるようになっちゃう。だってあなたと同じぐらい辞めたくても辞められない人っていっぱいいるの。そういう人に例えばひとりさんの本だけじゃないよ、いろんな本から読んでこうなったよとかああなったよとか一生懸命教えてあげるね。そしたら同じようなことで困ってる人っていっぱいいるの。その人から一歩でも抜きに出て教えてあげたらお師匠さんだし慕ってくる人もいっぱいいるし、だから神が与えているものってのはつまらなさを与えられたら、このつまらなさをどうやって利用したらいいんだろう。挨拶もしない職場だったら挨拶を明るくしたらどうなるんだろう。だからやることはいっぱいあるから、自分なりに自分って賢さを使ってないんだ。本当は誰でも賢いの。本当は誰でも賢いんだよって。ね。だけど学校の勉強見たく記憶力がないって言っただけで、弱いって言っただけで、その人のことをあんたはバカなんだとかっていう扱い方するのは絶対ダメだよね。賢いっていうのは時間の使い方をうまくやるの。お店が暇で売り上げがないのにずっといることよりも、どうせ暇なんだからそれだとしたらね、週2回休んじゃってね、一生懸命売れてるところと同じような業種を見に行くとか、そういうふうにした方が売り上げってずっと上がるんだよ。そこにずっといても上がらない売り上げが上がるわけがないんだよ。ね、週一日しか休めないんだったら、その休みの日を、ね、同業者で流行ってるとことか、他親睦で流行ってるとこ見に行けばいいの。たったこれだけで劇的に変わって劇的に豊かになるの。ね。だからあなたは賢さというものを使ってないの。誰かがあなたを賢くないと思わせちゃったんだよね。で、賢さという別のものがあるの。要は株やってる人も相手より賢きゃいいんです。商売やってる人も同業者より賢ければいいんです。で、賢さとは頭と違うんです。頭の、世間が言ってる頭の良し悪しと違うんだよっていうことです。非常にこう明確にするのが難しい話なんだけど、賢さというものがあるんだよ。賢く生きようね。以上です。はい、すいません、ちょっと言い間違えたところがあります。あなたが株で1億円得したら誰かが1億円損してんだよっていうことを言ったんだけど、あなたが1億円損したら誰かが損してるって、1億円あなたが損したらって言っちゃったんだけど、あなたが1億円得したらねって、誰かが、だって一つのお金でグループでやってるわけだからね、そういうことなんだよっていう話です。なんか、台本なしで喋ってるもんですから間違えてしまいました。どうもすいませんでした。